こんばんは。今日のおやつはこちらです。メントスフレッシュコーラ味です。もうね、多分タイトルにもしてると思うんですが、 YouTube でメントスコーラといえば、あの別の趣旨のことにね、もうね、なっちゃうと思うんですが、本当のメントスコーラはこれですよね。で、なんかセイヘローって書いてあるんですよ。イラスト入りだそうで、本日はいつものランチョンマットを用意したので、ここに広げてみようかな。全部出てくるかな。破った方がいいのかな。あれ、皆さん、私と同じ方いらっしゃいますか？意外と少ないって思っちゃいました。何粒入りなんだろう。 37.5g っていう書かれ方をしてるんですけど、どこだ、あ、ここね、 37.5g って書いてあるんですけど、結果何粒か見てみましょうか。あ、ランダムじゃなくてちゃんと全部こう書かれてるんですね。作業になっちゃってますが、種類はこんな感じかな。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 粒で、模様はこんな感じですね。テイクアセルフィーで自撮り、ハイファイでハイタッチかな。これピギーバッグ、ピジーバッグかな。で、おんぶで合ってますか。マッサージティックルかな。くすぐる、あ、プロポーズですね。指輪、ね、ちょっと待ってくださいね。ロックペーパーシザーズでじゃんけんですね。アームレスルで、なんでしょうね、これは腕を絡めることそのものっていうことでいいのかな。これはドゥヨガで、これはなんだろう、ランアレース、あ、走るレースのこと。え、もうこの雰囲気から間違いなく、その日本で印刷された内容ではないですよね。もう
おそらくそのメントス製造国からそのままこう日本のパッケージをつけて売られたっていうことなので、原産国どこかな、あ、オランダか。じゃあオランダの方がご覧になるとこの共通性ってわかりますか？なんとなくこう楽しいこと、リラックスできることとか、そんな感じですかね。ちょっとちっちゃめのパックンチョみたいな色してますよね。じゃあ最後にいつものメントスのコーラ味と違うか一緒かですね。戻します。部分を食べてますけど、コーラ風味が出てきましたね、だんだん。いつものメントスのコーラ味を久しぶりで忘れちゃったんですが、コーラの主張がそれほど強くはなくて、私は好きですね、これ。そんなにコーラコーラしてないけど、ほのかにコーラ味。今のところは。まだね、中の柔らかいところにちょっと到達してないので、ちょっと酸味が出てきましたね。あ、でも、美味しいです。この適度な甘さとこのコーラの風味と、ちょっとこうそのまま外国から持ってきたような中の雰囲気で、たまに気分が変わっていいですね。メントスはもう美味しいですからね。でもおやすみなさーい。